ハロー。明日は昼公演ですが伺います。あら、お昼に来るの？うん、そう、明日は2回公演なので、はい、お昼も頑張ります。どうなん？こんばんは。うん、今ね、眠たいんだよね。なんか今日なんかすんごい眠くて、レッスン終わった後にすぐ自主練しようかなって思ったんですけど、なんか眠すぎてちょっとやったらなんか本当に眠くて、そうだから、あの楽屋で 2,30 分ぐらいね寝た。そうでっかいフードがついたあの服着てたから、あのフード前からこうやってかぶって、あの寝た30分ぐらい。やっぱね、仮眠っていいね。ちょっと寝たら、あのもうね、ちょっと寝たからっていうこの HP が上がってさ、もうあの休憩せずにダーって一公演頭から最後までねやりました。マー君、バラありがとう。嬉しい。バラありがとうございます。ロラン、ハロー。寒いと眠い。だからかな。ああ、かわいい方。お掃除さん。ペペさん、ありがとう、うさぎ。ありがとうございます。配信してくれてありがとう。いやいや、全然。いや、もうね、お昼配信してたから、お昼でもないけど、2時ぐらいに配信したから、まあ、やんなくてもいいかなとか思ったんですけど、眠いし、と思って、そう。けど、まあまあ明日生誕だしと思って、まあ、みんなとしゃ、ね、喋ってみたいなって思って。まあ、こんばんは。でもさ、ここ最近さ、なんかすっぴんの日が多かったりさ、いつものメイクしてなかったりするから、明日ちゃんと可愛いメイクできるかな、ちょっと心配。明日生誕見に行くねと。おお嬉しい。こんばんは、こんばんは。うかさん、ありがとう。かわいい猫ちゃん、青ありがとう。バラン、ありがとうございます。ロラン、明日はかなりいい天気のようね、みたいだね。うん、いやー、よかった、本当に。ロラン、明日ヘアメとかいろいろ楽しみにしてます。決めてないんだよね、髪型髪型決めてない。でも前髪は、まあせっかくさあ切ったから、もうパッツンにしようかなとか思ってるんですけど、まあ、お昼でお昼公演で、まあ多分とりあえず一旦パッツンにしてみて、でなんか支障があったりなんか嫌だったら分けちゃうかもしれないけど。ロラン、まだね決めてない。まあ決める気ないね。
明日どうせお昼公演終わって夜公演始まるまでの間に考えるから。え、てかさ、なんかさ、なんかのコメントかなんかでさ思い出したんやけど、スピーチ何も考えてなかった普通に。スピーチの存在忘れててんけど、でも今年はらんちょっともう簡潔に終わらせたいつもりやから、スピーチはね、もうそんな長ったらしく話したくないなって思って、今年はもう要点をギュッてまとめて分かりやすくピッて喋れたらいいななんて勝手に思ってるんですけど、でもね、メモをしようかなって思う。あの箇条書きでね、言うことだけパパッと決めてかな。でも本当に話すこと全然決めてない。だって20歳の1年はなんかさ、19歳の1年あの生誕祭のさ聞かれることってさ、その誕生日になる前の年の1年はどんな1年でしたかとさ、今年はどんな1年にしたいですかと、まあ、最後にファンの人に、まあ、ファンの人への俺はさ、その時の思ってること言えたらいいだけやけどさね。いや、やし、まあ、18歳の1年ちょっと前だな、18歳の1年も聞かれるけど、あそっか、19歳はどんな1年にしたいですかって聞かれるんか。もう19歳どんな1年にしたいですかなんて、もう一言で終わらしちゃうかも、なんかもう。ってぐらい明日はもうね、話す気はあんまりない正直。なんか長々喋ってたらさ、だんだんなんかさね、あの感情が出てきちゃうからね、明日は頑張って簡潔に抑えたいなって思ってますとか言って、長くなっちゃうかもしれんけど。なんちゃん明日、あ、そうだそうだそう、明日のポジションの話、そう、今日もあのもうね分かったよ、こないだあのショールームで、あの上下どっちがいいかって聞かれた時に、自分がまだあの起こしてなかったからシンプルにどっちが多いか思い出されへんくて言われへんかってんけど、上手が多い、あ、ごめん間違った、めっちゃ嘘、ごめん、下手が多いなって思った、踊ってて今日一人で、今日僕対一人でやって、下手の方が多いなって思いました。でも花道は上手にしか行かない、ビンゴで上手の花道に割と滞在してるから、まあうんって感じ。でも基本的には上手の方がなんか多い気がした。なんなら中盤とかずっと上手に、あ、間違えた、もう何年目、アイドル何年やってんの上手も未だに間違えるんやけど、下手中盤とかずっと下手におるかな割と。でもビンゴは超上手ビンゴは超上手やから、ビンゴ大好きとかやったら上手がいいかもしんない、まあ、真ん中がそりゃいいんだけど一番ね。まあ、でも基本的に多かったのは下手な気がした、今日踊ってて。ロラン、ハロー、まあ、皆さん頑張ってビンゴ頑張って真ん中行ってくださいバラありがとう。髪の毛ちょっとさ、何がいいかな、シミュレーション、普通にさこうさ、なんかこれで巻い、ちょっと軽く巻いても良さそう。ハーフツインならこうだよね。でも金髪のパッツンでハーフツインは可愛い感じはするけどね。今ゴムあるからちょっとやってみようかな、何がいいか絶対なんて決められへんからさ。ちょっと一回、まあ、今ストレートやからちょっと本番巻くかどうか分からんけど、でも僕大って結構さ制服やん、オープニングも制服やったりするから案外ストレートの方がいい説はあるよね。
じゃあ一回やってみる。でもなんかさ、ハーフツインさ、こっからさガッて取るやつあんま好きじゃないんですよね。なんか知らんがね、よくやるやつがあって、普通ハーフツインってこの耳の上の毛からこうやって全部取るねんけど、ランはそれがなんかあんま好きじゃないから、なんかこうこの辺に髪がなさすぎてなんか嫌なのね。だからランがね、最近ってかメイクさんがやってくれたやつなんやけど、なんかこの辺から取んの、この辺から、分かる、言ってること違い分かる。この普通さこっからガッて取るねんけど、この耳上はね髪残してさやるんだよね。でも明日がちょっとどのメイクさんかが分かんないから、メイクさんによって髪変えるけど、こんな感じやるとしたら、ちょっと片方へ今。そう、結構そのおしゃれのメイクさんやったらあれなんですけど、最近はおしゃれじゃないメイクさんが来てくださることも結構多いから、となるとね、あんまり変な髪型をオーダーしちゃうとちょっと思ってたんと違くなっちゃうから、まあなんとなく、なんとなくだけど、こんな感じ。まあやっぱ可愛いね、ハーフツインって。ちょっと今すっぴんやからどうしたって感じやけど、まあやるならこれかな。メイクさんは本当に行くまで誰か分かんないんだよね。ちょっと一旦超適当にやってみたけども、もうちょい上やな。はい、一旦適当。ちょっとストレートだとこういう感じ。ちょっとこっち取りすぎた。うん、ストレートだとこういう感じかな。でまあくるりんぱもあり、ねじりハーフチームありだな。AKB のメンバー御用達のねじりハーフツイン。あ、ちょっとこれはちょっと今おかしいけど、こういうやつね、ねじるやつ。まあどうしようかね。まあせんランの候補は、あ、髪が痛いよ。ん、どっちからやったっけ今。んどっちからくるリンパしたか分からんけど、戻されへんかった。あー、いけたいけた。うん、なんか今日めっちゃさ目乾くよね。だからなんかめっちゃ目が乾く今日。うん、はい。まあ候補はもう普通におろしか、おろしかもうさっきのハーフ、まあハーフツイン系。ツインはなちょっとやんないかもしんない、今の気持ち的に。明日はねもっと可愛くしようと思いますけど、まあ一旦ちょっとシミュレーションしてみた。ハローラン。